はい、こんにちは。新てっちゃんの興味津々、いつもご視聴ありがとうございます。ちょっとね、調子がだいぶ戻ってきたのでね、一本ここら辺でね、動画を上げとくかなと思います。でね、今日のテーマはね、女の嫉妬は怖い。女の嫉妬っていうかちょっとね、違うな。どうせ、まあ男が男を嫉妬する、女が女を嫉妬する、これはね、非常に怖いなということなんですね。これね、異性の方がね、楽でね、女が女に嫉妬する、男が男に嫉妬する、同性の嫉妬は怖い、そういう話をしたいと思います。でね、これね、まあ、あのね、この同性の嫉妬っていうのはね、まあ分かりやすく言うとね、3人いたらね、派閥ができます。2対1っていう派閥ができます。で、2人のだったら大丈夫。だから、まあ、いわばね、例えばグループラインをね、3人とかね、5人でやってしまうとね、必ず派閥ができます。派閥というかね、割れます。で、人間っていうのは弱くてね、自分に同調してくれる人を良しとするんですよ。たとえその人がどんな人であろうが、過去どんなことをしてようが、どんなこと言われようが、自分に同調してる人は良しとします。でね、怖いのはね、この嫉妬した時に一番怖いのはね、今まで世話になってても、まあ要はね、簡単に逆なんですよ。今まで世話になってね、いろいろ世話になったのに、自分と今意見が変わらないから、意見が違うから嫌だとかね。過去嫌いだったんだけど、今の自分に寄り添ってくれるから大好きとかね。まあそういうね、男女の関係はそんなこと比較的ないんですけどね、同性同士はね、非常にね、そういう、ことが発生すると言われています。でね、ちょっとね、僕もね、例えばね、まあ、YouTuber で女性の人がいたとします。で、その女性の人ってね、例えば、僕のところに、まあ女性のリスナーさんがいるとするとね、その女性に嫉妬します。どういうふうに嫉妬するかというとね、自分にヘコヘコしないのは敵だと。だから敵か味方とかね、敵か味方とか、まあいわば、敵か味方か黒か白かなんていうことをやる必要なくてね、本当はね、そのニュートラルでね、素直にね、自分の、チャンネル運営をすればいいんですけど、以前ね、今もあります。今ね、4000何百人ぐらいいるんかな。まあ、その人の YouTube って、まあ、同性があった時が多くて、で、ね、まあまあ、人の悪口。人の悪口を言うことで、その悪口を一緒に言いたい人が集まって成り立ってた、チャンネルなんですよ。でね、人の悪口をターゲット決めて、そのターゲット、をみんなで悪口を言い合って楽しむというね、そういう YouTube でね、それがね、最近どうかなと思って見たらね、もうほとんど人が見てなかった。うん、ああそりゃそうだなと。でね、これね、1年とか半年ぐらいしか続かないんですよね。人の悪口を言って、それをネタにね、やる人でね、結構ね、面白くてね、悪口をこういつもね、あれ悪口っていうか、まあ、悪口でしょうね。で、それを言う人ってね、大体ね、10人ぐらい。10人いるかいないかぐらいなんですよ。で、10人いるかいないかでこう集まって、あたかも何百人いるようなイメージを与えるんですけど、実際は10人ぐらい。10人いないな。うん。だから、そういうね、僕ね、以前からね、そういうチャンネルがあって、でね、そのチャンネルのね、そのチャンネルもね、僕のことすごい叩いてたんですよ。だから僕はね、あんまりね、叩かれたら叩かれた分だけね、名前が売れるからね、僕いいんですよ。よかって、別にね、僕は気にはしてなかったんだけど、周りがね、あそこはこうしてました、これはこうしてましたよって連絡来ます。でも、全く気になりませんでした。で、それは、そういうね、チャンネルはいずれ消えるから。まあ、消えはしないんですよ。消えはしないんだけど、存在価値がなくなってきて、大体ね、人の悪口を言ってこう、うまくいける人ってね、全体のね、3% ぐらい。だから 97% の人はそれはおかしいと思ってる人が多くて、これ YouTube とかデータでね。で、
まあ、アンチは大体 5% ぐらいって言われてるんですよ。でね、アンチは 5% で、人の悪口、まあ、人の悪口で成り立ってる人は、まあ、数十人ですからね。ほんで、その人がまあ、いろんなアカウントを作ってやってるみたいなんで、実際はね、10人いないぐらいなんでしょうけど、あのね、面白いんですよ、そこもね。そのチャンネルもね、結局僕のアンチが集まって、ガーッとガイガイやるんですけど、飽きてくるんですよ。でね、飽きてくる。で、飽きてくるっていうのはね、悪口もね、一回出した情報をね、何回も言っても面白くないんですよ。かといってね、情報がそんな毎日何個も何個もあるかったらそうでもないし。でね、むしろね、そういうチャンネルがね、どういう結末を迎えるかっていうのがね、僕すごくね、興味があって、で、最近見たら、あ、やっぱりかと。で、最近そういうチャンネル多いんですよ。でね、比較的人の悪口を言って成り立ってるチャンネルってね、女の人の発信が非常に多いです。で、同性がね、同性にこう寄っていくうちはいいんですけどね、それがね、いずれね、崩れてくるんですね。で、崩れてきた時に、90数パーセントの人たちは、哀れだなとかね、思うんですよね。だから、結構ね、僕はそこのね、YouTuber にいたかったらね、あなたが悪口を言ってる何十倍も何百ものも人があなたのことを悪く言ってるんですよ、と。だから、悲しくないですか、という思いでしたけど、まあそういう人はね、あんまり悲しくないから。で、結構ね、悪口言う人ってね、大体顔出さない。声を出すけど、顔は出さない。顔を出さないし、自分がどこの誰だっていうことを一切言わない。まあ、ある意味卑怯なんですよね。だから顔を出さないことによって、名前を言わないことによって、平気で人を叩く。これね、これをね、良しとする人ってね、本当ね、全体のもう本当スーパー少数。でも、少数が集まるんですよ、そのチャンネルに。だってそういうチャンネルってね、要は、ディスり合いのチャンネルとかね、そういう人の悪口チャンネルって面白いんですよ。でね、結構入ったら楽しいんですよ。仲間がこうできるからね。だけど、その仲間ね、増えない。増えないっていうかね、あの人そういう人だったらそういうことするんだっていうことでね、どんどんね、味方っていうのがなくなってきてね、ただね、面白いのはね、視聴回数は増えるんですよ。なんで増えるか。それはね、あの人がまた悪口言うだろうな、誰の悪口言うんだろう、自分のこと言うんじゃないかな、とかね。で、見るんですよ。だから、視聴回数は増える。だけど、僕のね、表立ってのアンチっていうのはね、100人いません。うん。4年間やっててね、100人はいないですね。まあ、ブロックしたのはね、300人ぐらいいますけど、僕の本当のアンチっていうのは100人ぐらいいないと思いますね。まあ、アカウントがいろいろあるんでね、実際わかんないんですけど、100人いないでしょうね。だから、全国の僕のアンチがね、こうやってもね、結構面白いんですよ。もう増えないんですよ、それ以上。なんで増えないかというと、限界が出る。一定数まで伸びるんだけど、そっからね、今度ね、まともな、悪い人がバーッと集まるでしょ。でもそれ以上増えないんですよ。で、結構ね、集まってる人、これ一例がね、誰々が悪い、誰々が嫌いからスタートするから、行くんだって。実はね、人の悪口言う人はね、リスナーの悪口も言ってます。で、これはね、人の悪口を平気で言う人か、情報を自分の連絡網がある人に拡散するかっていう。でね、情報があってもね、拡散しない人は、ね、まともな人。これはほとんどの人がそう。だけど、情報を持ったら、その情報をね、周りに拡散したがる人っているんですよ。まあそういう人がね、こういうチャンネルを運営する人に多い。で、何が言いたいかというとね、情報を拡散することによってね、共通の話題で楽しみたいんです。つまりね、友達がいない。要はね、友達を作るために、何かの情報、誰かを獲物にして、話題を作る。まあ、こういうチャンネルがね、以前あった。まあ、今もありますよ。4000何百人いるかな。もうほとんど終わってる。うん。終わってるし、その類のね、
だから男性がね、出会うのは見てると裁判しあったりね。それは、ね、僕も面白くて見てるんだけど、女性が厳しい。だから、結構ね、くっつく人、離れる人。これね、面白いんですけどね、くっついて新しい人が増えるよりも離れていく人が圧倒的に多いということね。で、それと、あとはね、取り巻きがね、まあ、例えば10人ぐらいいるとするでしょう。この人たちね、もう飽きてくんですよ。虚しさに気づいてくる。もし、例えばね、ある YouTuber に A さん、B さん、C さん、D さんがついてたらするでしょ。で、例えば A さんをね、どっかの YouTube がターゲットにバンバンやり出したら、A さん傷つきますよ。で、なぜ傷つくかというと、悪口っていうのは言うもんであって言われるもんじゃないというね、概念があるんですよね。それはとんでもない間違いで、人の悪口を言った分は必ず自分も言われると。で、それは、公の部分、まあ、これネット上で言われるかね、書き込みされるかの違いなんでしょうけど、必ずね、YouTuber っていうかね、リスナーが誰かをディスったら、そのリスナーは必ず周りからやられます。だから本当はね、やられる前にやめりゃいいんだけど気づかないの。それは、悪口は言うものだって言われるもんじゃないっていう甘い考え方を持ってるから。悪口というかね、人間関係をめちゃくちゃにしようと思ったらいくらでもできる。で、それは、特に女性の場合はね、口軽いからペラペラいろんなことをいろんなところで喋ってるから、それが嘘であろうが、本当であろうが、まあ、本心であろうが、何であろうがね、その事実は消えないんですね。で、まさか自分の悪口をあの人は言ってないだろうな。とんでもない。女は怖いですよ。